いてく気かよ。身軽でいいよな。どこまで行きやがった？死んでんのか。彼らが義賊じゃ。おっきいんだね。ほうほう。外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。分かった。我らの遺物を探し、運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるであろう。ちょうど良さそうじゃのう。戦いの記録。おお、義賊の矢か。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり、石のように動かなくなってしまうという話じゃ。骨じゃな。いいな。おお、すまん。寝てしまったわい。こっちだ！今のは義賊の亡霊じゃ。我々との戦いで滅びた後も憎悪が募り、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とてゆえあってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。我らの亡きが石像を運べ。他人の者が使って束に施されたこの文様、お前の体にも。同じものが書かれているじゃろうて。我らの亡きが石像を運べ。祭壇？どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い見立てじゃのう。この像、さっきの。すべてのことに意味はある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、七鬼。我らの亡きが石像を運び、正しき祭壇に祀れ。始まりじゃよ。2000年の昔、この谷の歴史は義賊の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃、義賊を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの義賊がどうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう。お前の真実を探しに。この洞窟は義賊と人の世との境界線。ここから義賊に攻め込まれたら、谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。しかし、ある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。戦士はたった一人、この洞窟へとやってきた。案の定、中は義賊でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる義賊と戦い、走りに走った。ねえ、じっちゃん、そんな勇敢な選手ならオイラが知ってるはずだよ。ほう。ここから先はより注意深くな。邪気が強くなっておる。瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉を全て越えれば試験終了じゃ。心してかかるがよい。よろしくね。俺の見せ場だ。よし。オイラの番に任せとけ。ありがとう。助かったよ。オイラに続いて。はいよ。それどう？任せとけ。頼むぜ。とっておきだ。こっちだ。気抜くな。いけんだろ。よし。行くぞ。見てた？オイラの活躍。でいいよな。あれ、また祭壇？ほうほう、似ているが違う。もっともっとずっと古くに作られたものじゃ。さっきの祭壇は義賊を封印するために、この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ。語り合うってなんで？義賊は敵なんだよね。ほっほっほ、善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するにする。さあ七木、お前の力で道を切り開くのじゃ。でやってきた戦士はその全てを一身に引き受けたのじゃ。